速稼時間の久保です。まあ、内憂外患という言葉がありますけども、今中国はまさにその内憂外患を抱えている国だと言えるんではないでしょうか。まあ、私が見るところね、3つの危機に瀕していると思うんですよ。1つは外交ですよね。中国っていうのは14の国に国境を接しているところなんですけども、今最も緊張が高まっているのが対インドであるとかね、対尖閣諸島、これは台湾と日本に国境が接しています。それだけではなく、アメリカにもかなり高度な緊張を強いているようですよね。この尖閣諸島一帯一路についてはもう本当にね、何回も何回もこの放送でも申し上げてきたんですけども、中国が自分の覇権領土を広げるためにいろんなところとね、いろんな国と対立しているってことなんですよね。これが一つ目の内憂外患ではないかなと思います。二つ目はですね、あの三峡ダムなんですよ。あのダムがものすごくね、決壊寸前というか、もう事実上決壊していて、まあ、こういう形なんですよね。ダムがもう完全に決壊しそうだから、上流の小さな民家、村々、こういったところに水を逃がして、その村は水没して犠牲者が出るだろうけども、ダムが崩壊するよりはいいんじゃないかなってことで、農村地帯を犠牲にして都会部を生かそうというね、こういうふうなね、まあ、非常にね寂しいというか、まあ、そこまで追い詰められた政策を取らざるを得ないという状況なんでしょうけども、ただね、重慶市とか上海とかその他の大都市でももうすでに水没が始まっていて、まあ、一説によると6億人がですね今被災されているということなんですよ。6億人ですよ。まあ、どんな規模の洪水なのかってことがね、本当に私たちは想像できないわけですけども、日本の人口がね、5杯分とかっていうのがね、洪水に埋まってしまうという、これはもう局地的な洪水ではなくて、もう全国的な水害と言えるんではないかなと思うんですよ。で、3つ目なんですけども、それに連なるですね、食料なんですよね。まあ、以前も武漢肺炎の頃から食料の供給っていうのが体制が悪くなってきたってことは、半年前からお伝えしていると思うんですけども、それに加えて、この洪水でですね、収穫がもう全然ダメになってくると。あと橋が壊れたりとか道路が使えなくなったりとかして、物流もアウトになってるわけなんですよ。そうなるとどういうことかっていうと、食料が届くべきところに届かないってことが起きてきます。多分倉庫の中で腐ってしまう、そういった食料もあるでしょうし、収穫できずにそのまんま手をつけられないような、そんな、ね、電波ともあると思うんですよ。そうなるとね、もうとてつもない食料なんかもう来年の春ぐらいから中国を襲うんではないかなと思います。で、食料備蓄倉庫がどういう状況になっているのかってこともこれまでも何度もお伝えしてきましたけども、食料備蓄倉庫にはすでに食料はなくて、そこにはですね、共産党の幹部が横流した形跡とかね、それから、まあ、略奪して自分のものにしてしまった、そういうふうな横領もあったりするわけなんですよ。で、食料庫には砂袋しか積んでないというね、そんな話も入ってきてます。まあ、そうなるとですね、一部の人が買い占めた食料を食料難に際してちょろちょろとね、高値で出していくってことがこれから続くのかなと。一体ね、中国国内でどのぐらいの人が困るのかなってことは想像に難くないわけなんですよ。まあ、という形でですね、国内に対しても国外に対しても今回中国ってのは非常に厳しい措置を取らなくてはならないのかなというところで、北戴河会議っていうのが終わりました。北戴河会議っていうのは現在の中国の指導者習近平と、今まで中国の指導者だった長老と言われる方がね、こうやってミーティングをするっていう場なんですけども、完全極秘で行われてるんですよね。ただここで行われてきたのが、まあ、基本的には対米路線を強めに行けということなんですよ。国内で何人人が死んでようがどうしようもそれは構わないと、とにかくアメリカに負けるなという強硬姿勢だったんですけども、今年の北戴河会議が終わった後では、どうもね、中国がね、対立から対話路線に入ってきてるんじゃないかなっていうふうな分析があるわけなんですよ。まあ、この辺も注目して尖閣諸島をはじめとしたね、国際情勢を見ていかなくてならないのかなと思いますけども、今回は内憂外患というところをテーマにね、中国の状況をちょっと紹介させていただきました。ちょっと私もまだね、情報が取り切れてないところがありますけども、まあ、中国っていう国はね、大きな国になりました。本当に私が小学生の頃から考えると、考えられないようなね、形で急速な成長、まさに高度経済成長を遂げてきたわけなんですけども、その高度経済成長の弊害が今一気に押し寄せてきているんじゃないかなというふうな形ですね。それではですね、内憂外患、自分の身にも置き換えながら暮らしていきたいと思います。いってらっしゃい。